オキシジンマップガスシリンダーズウィズ2ステージプレッシャーレギュレーターズ圧力レギュレーターまたは圧力レギュレーターとは高圧の流体を一定の圧力へ下げるバルブである流体の供給ラインやボンベに取り付けられ必要とする圧力に下げて保つために用いられる圧力レギュレーターは圧力を調整することを目的としたものであり流量の制御を行うマスフローコントローラーとは区別される 圧力レギュレータの主たる機能は供給される高圧の流体を用途に応じた圧力へ下げることである。圧力レギュレータより上流の流量が下がれば圧力レギュレータから供給する流量も低下するが一時圧が高い場合には調節された圧力になるように制御される。圧力レギュレータは重点部、計測部、制御部から構成される。図に示した。 単断式圧力レギュレーターでは、超圧のためのポペットバルブを制御するために一次側と二次側の圧力差による力が用いられている。入力圧がない状態では、ダイヤフラムの上のバネがポペットバルブを押し下げ、解状態になる。入力圧が加わると、上部チャンバーにガスが流入し、内部圧力が上昇して、 バネの応力を上回りダイアフラムが押し上がり、その結果バルブが平状態になる。上部のハンドルでバネ応力を調節することで制御圧を調整することができる。単段式圧力レギュレーター2段式圧力レギュレーター2段式。圧力レギュレーターは段階的に圧力を下げる機能を持ったレギュレーターである。1段目はプリセット圧であり、一時二次圧の中間域へ高圧される。 2段目ではこの中間圧から、さらに目的の二次圧へ高圧される。単断式と比較して、より安定した圧力に制御することができる。ありがとうございます。